ゴーゴー NBC。 JB マスターズ第2戦島のカップ、早くも2戦目が行われたマスターズ。マスターズは1戦目が霞ヶ浦、そしてこの河口湖、残りは三瀬谷ダム、野尻湖と続く。今年のトップ50はマッティーウォーターが多いが、マスターズはクリアウォーターが多い年になった。それでは JB マスターシリーズ第2戦島のカップ初日スタートを行います。青の5番までスタートしてください。青の5番の選手までスタートしてください。そして9番までスタートしてください。青10番までスタートしてください。そして15番までスタートしてください。青15番までスタートしてください。マスターズは100名を超える選手が出場している。河口湖の面積 5.7 キロ平方メートルの中、ポイントに入るのも一苦労だろう。 KBH 前には江尻選手と鬼形選手、水深1メートルほどのシャローで狙う。トップ50に再び返り咲くためにマスターズに参戦している沢村選手と川辺選手、共に生きるレジェンドとして選手からの信頼も厚い。こちらは野村選手のヒットシーン。1キロオーバーのバスをゲット。続いて KBH エリア。こちらもキロオーバーのバス。順調に超過を上げる野村選手。帰着間近、会場付近で釣りを続ける選手たち。上位に食い込むバスを持ってくることができたのか。引き釣れたっす。なかなかやばいっしょ。つけたっす。はい、じゃあ戻ります。お願いします、はい、3本です、はい、開けてもらってもいいですか、はい、4590です。おー、はい、
初日1位は前評判通り野村選手、2位は前回同戦した正木選手、3位は去年トップ50に参戦した中村選手。マスターズはポイント制なので、この上位以外にもまだ優勝のチャンスはある。2日目の同戦は4位の鬼形選手、2021年マスターズの年間7位、2020年は4位、2019年6位と常に上位に位置するベテラン選手である。昨日はどんな感じで？昨日はもうほぼ1エリアでもうサローのサイドフィッシング、なんか前日プラの午後夕方っていうか、もうプラ終了時間ちょっと手前ぐらいからシャローに魚が増えてきた感じがしたんで、それです、それを狙った感じ。今日と同じ感じですか？そうですね、他のね、だからそのシャローのサイト以外の釣り方でなかなか魚にやっぱ触れないんで、まあ、結果としてその釣りに頼らざるを得ないっていう感じなんだけど、シャローのサイト自体もストロングかっていうとそんなこともない、魚も決して多くはないんで、まあ難しい、2日続けて釣るのがとにかく難しい試合になってると思います。はい、ファーストエリアは KBH、 昨日と同じ場所を狙う。いや見えねえな。昨日とは打って変わっての曇り空と最高気温が25度に対し本日は15度、昨日と同じ釣り方で同じように釣れるかは疑問である。江尻選手も再び KBH エリアにやってきた。練習の際にシャローに入ってきていたバスを狙う。初日の上位陣はおおよそこのパターン、あとはワカサギやシラウオを食べに来ているバスを狙う。会場付近のエリア、昼から雨の予報だったが、9時頃からすでに雨が降ってきた。並ばれとるんじゃな。六角堂エリア、条件が悪くなってくる。さらにこの状況だと、青木結衣がビッグバスを釣ってくる可能性が高くなる。ここで小林翼選手ゲット。初日は12位に位置している。河口湖の成績は上位にいることが多い。無念。あ、ちょっと鬼形選手見せ場を作ることができず、ノーフィッシュでフィニッシュ。しょぼしょぼですませんでした。ちょっと手に負えんかったっすね。天気のせいもあるけど、まあ僕はこのサイトフィッシングが得意じゃないんで、はい、正直昨日の時点もサイトフィッシングで押し切るかどうかすっげえ悩んだんですよね。やっぱ得意じゃないんで、はい、まあ、河口湖とかあるいはこういう時期の試合っていうのはどうしてもそのサイトのスキルは避けて通れない、テクニックとかスキルなんで、まあまあ、で試合で本気でやらないとなかなか上達しないのも分かってるんで、はい、で昨日は結構
もう割り切って振り切って、まあ、1戦目がほげてたからっていうのもあるんですけど、はい、やったらまあ自分の中で結構今までのサイト戦というか試合でやったサイドフィッシングの中で自分の中でまあ結構過去最高の出来だったなと思ったんですよね。まあ、2匹しか釣れなかったんですけど、はい、今日もいけるかなと思ったけどそんなに甘くなかったですねやっぱりまだまだ、うん、こういう時でも1匹2匹やっぱり絞り出す力がないとやっぱ優勝とか年間争いには絡めないですよね。どうしてもこれが今の僕の実力です。野村選手のヒットシーン、ハワイエリアでのサイトフィッシング、ポークのダウンショットリグでゲット。よっしゃ、よっしゃ、だぜ。ゼロを免れた。トータル2匹をゲット。果たして優勝は誰の手に？野村選手お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、今日はいかがでしたでしょうか。難しかったです。まあ、初日4位で折り返したので、まあ、今日少なくとも1匹釣ればそこそこの順位でこの試合終われるということで、まあ、やはり昨日の釣りを押し通しちゃったのはちょっと失敗でしたね。まあ、天気も変わって、雨、ローライトということで、僕がメインとしてたサイドフィッシングはちょっとやりにくかったかなという感じで、ちょっとねこういうローライトの中でもサイトフィッシングを押し通すあるいは新しい魚を見つけるっていうことに関して言うとまだまだ僕の実力が足りなかったかなと思います。はい、はい、ではあと2戦ありますので、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。お疲れ様でした。まずはじめに今回冠を持っていただきました島野様を代表いたしまして白様にご挨拶いただきます。選手の皆様、お疲れ様でした。まあ、去年からSDGs の、取り組みというものを、弊社、シマノの方でも、いろいろこと行っておりまして、なるべく、環境資源の方を意識した、活動をですね、会社としても、進めていっております。まあ、今ちょっと悲しいことに世の中では、まあ、戦争が起きたりとか人の手でちょっと簡単に環境も壊せる状態そういったものも見ることがちょっと多くてすごく悲しいんですけれどもこうなるべくその人の手でこう生かしていけるように、取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。第5位です。ゼッケン68番池田修司選手、同じく219ポイント4580グラムです。第4位です。ゼッケン87番中村克久選手、トータルポイント230ポイントです。残る3名の選手、2位と3位は同ポイント、1位の選手1ポイント差となっております。第3位です。ゼッケン11番清浜祐希選手、235ポイント、8529グラムです。第2位です。50ゼッケン4番青木優選手、235ポイント、9434グラムです。ゼリーマスターズシリーズ第2戦シマノカップ優勝、フィフティゼッケン12番野村修介選手、236ポイント9931グラムです。
はい、野村選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、前回のクラシックに続き、はい、今回のマスターズも優勝ということで、はい、ただ今回マスターズ、初日が、天気で、気温26度、はい、で今回が雨で気温最高気温14度ぐらいでしたかね。そうね、10度ぐらい違う、はい、まあ、前日から暖かくて、はい、これが僕にとってはすごい追い風になったと思ってます。で、まあ、昨日はまあ釣れるなと思って、サイトフィッシングなんでできたんですけど、まあ、今日はもう予報が10時から雨ってことで相当きついと思ったんですけど、まあ、自分の釣りをやりきろうと思って、で、まあ、チャンス危なかったんですけど、2回あったチャンスをものにできたんで、大満足の結果になりました。はい、はい、次回は木曜日に、川口コビーがあるんで、はい、まあ勢いはもうピークに来てるんで、はい、この調子で木曜日の川口コビーも頑張りたいと思います。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。GO!GO!NBC!